皆さんこんにちは。 BMC の吉澤陸です。BMC が臨時休業期間中にご自宅で行っていただきたい筋トレです。本日は背筋でもですね、腰のあたり、腰背ですね、背中、背筋っていう結構広いですけれども、下のあたりです。で、背筋というとよく子どものところ、私たちはこういう背筋をしましたけれども、反り返るような動きがある競技をされている方であればいいんですけれども、解剖学的に言うとですね、背骨っていうのはこうね、反り返るように作られていないんですね。ですから、あとやっぱ大人になるとですね、あんまりこの背筋やらない方がいいんです。ね、ジムに置いているロアバックっていうマシンもですね、もうここから始まって、ここで終わるんですよ。要はこれ以上に反り返るっていうのは腰に負担がかかるんですよね。で、今日ご紹介するのはグッドモーニングっていう名前があるんですけれども、背筋、腰痛のある方にもやっていただけます。ただですね、準備体操が必要ですね。でして、いきなりやるとちょっと腰痛める可能性がありますので、まずこう足幅、肩幅ぐらいに開いていただいて、こんな感じ、もうなんか野球の守備で待ってるみたいな、この状態で背中丸くしてほしいです。背中丸くして、おへそを見てあげて、背中どんどん丸くして持ち上げていく感じですね。で、反り返らす、丸める、反り返らす、丸める。要は今からこのね、腰、背中、背骨を動かしていきますよっていうのを教えてあげるんですね。もう足とか手とかであんまり突然動き出したからって言って痛めることはないんですけど、腰はね、特にぎっくり腰になったことある方とか、腰痛になったことあるっていう方は、いきなりこう背筋の運動するっていうのは危険ですので、ぜひこれをやってください。では早速、ね、やっていきたいと思いますけど、足幅は肩幅をやや広くしていただいて、単純にこの状態で抵抗します。ここからスッとそれ起き上がるだけなんですよ。言うたらこれ寝転んでやる背筋と同じなんですよ。この時は、猫背にならない、スクワットみたいな感じで、ちょっとややお尻が後ろに出て構いませんから、この状態から起き上がるだけなんです。ただこれが足の力でこう起き上がるのと、わかりますか？反り返る力で起き上がるので、使う筋肉変わるんですよね。もちろん後者です。背筋のトレーニングしたわけですから、膝曲がってますけど、上体を起こす、腰を使って、反り返るまでいかなくていいんですけど、まっすぐな状態にまでなる。これね、お家にバーベルなんかある方は、ね、ジムとかだったらバーベルとか持った状態でこうやったりするんですけれども、何か負荷をこう軽く持っていただいても構いません。これだけなんです。これもね、重りがないと、負荷がないと、結構な回数やらないと効いてこないかもしれませんけれどもですね、回数で言うのはちょっと難しいかもしれません。ね、個人差ありますんで、30秒でも1分でもずっと続けてみてください。体ポカポカします、効きますし、腰のあたり扱ってるなっていうのがお分かりいただけると思うんですよね。ぜひ、この筋トレ